なんかエロいよ、なんか。一本多いね、ここね、そんなこれ。大好きやな、これ。ボケてるやん。何が不満やん。あかりん、家燃えてたの。使うなよハスハイクすぎる、これ。すいません。はい、じゃあ次、俳句です。俳句、短冊を皆さんお渡ししたので、今年の夏の思い出を五七五の俳句で表現していただきます。最低3句、読んでいただくということになってます。これ一番不安です。いやうん、こんな適当な俳句があるのか。NG ワードちゃんと見てあるんですよね。じゃあまあ一旦じゃ見ていきますか。NG ワードなんてあったの？NG ワードとかあるの？夏の思い出よりも先にマウントから始まっちゃった。最初はね、やっぱ自慢少ないでしょ。すごいな。うまいうまい。次行きます。これはうまい。この宿題、あの日に帰って断りたい。おー。マジうまマジでうまい。え、大エッグ何これ？これネットでさ、勝手に書いてくれるやつじゃないの？AI 書道？AI 書道じゃないこれ？やってんだろこれ。いやでも大の大の下のシュってやつちょっと修正してるわこれ。書き足してるこれ。ここ？そう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 。ようやくここ。逆に人っぽい逆に人っぽい。うまいなぁ。うまいなぁ。天気忘れた。全部晴れ。すごい。おぉ。すごいなぁ。なんか、まとめて書いてるから、この俳句出てくるやん、これじゃあ。楽しみに全部やってんだよ。忘れたっすよね。意外だなぁ、マジで。うまいなぁ。うまいなぁ。すごいなぁ。なんか、こんなんじゃないと思ってことだな。確かに。夏の思い出は？ない。夏の思い出ない。追い詰められてたんだよ。急いで考えなきゃって。でも、3枚目のセンス好きだけどなぁ。これはでも、句として完成してるというかね。ありがとうございます。いいんじゃないですか。かなえくん、日焼けした君の背中に夏を見る。エモいな。10個書いてない。10個書いたろ。おい、拾ってきてるだろこれ。おい、セクシーもいく。これ夏の思い出の思い出。水分補給の。おい、なんかエロいよ、なんか。かなえくん、なんかエロいよ。キスでやだ、なんか。生徒指導室呼ばれるやつだろ。夏の暮れ、君の手元にマイノリティ。8月30日にファーストシングル発売。その中にマイノリティという曲も収録されてます。かなえ。全部いるな、おい。全然やないか。収録の6、これ緑なんよ。かなえくん、ここ金です。夏の日に尾を引く夕暮れ縁側に。え、すごい。どうしたの？縁側？急に真面目。出られない。そっちの縁側じゃない。暑くて家から出られない。急になんか、なんか弱くなってきたな。考えるとね。もう、かなえくん一本多いね、ここね、そんなこれ。なんかもう、すごい。な、家傾いてるぞ、これ。感じがやばいよ。ミジンコだよ、ミジンコや、これ。空の鼓動、見惚れてしまう横顔に。帰ってきた。空の鼓動って花火ですか？ああ、なるほどね。ドンみたいな。表現が。寝る前に書いてやつと寝起きに書いてやつ。うるせえな、マジで。なんだこれ。次ね。酔いの口、セミの声から人の声。なんだ、酔いの口って何？夜、表現が指摘すぎてわからん。わかんない、わかんない。わかんないよ。セミの声から人の声ってどういうこと？なんか騒がしい。いやいや、人面ゼミってことでも人面ゼミ。人面ゼミだ。アホ解釈やめて。今日災害怖い句なのこれ。納得だわ。あ、納得した。炎天下、酷暑のサドル尻を焼き。ちょっと違う。おい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 お
大根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 くせえなこれ。これ事務所で書いてもらってんじゃないのこれ。一人一人に書いてもらったでしょ。いやだってマスクみたいな。ほらなんか俳句の内容も本人っぽくなってきたもん。かき氷赤を黄色同じ味。このまま家から出られない。赤を黄色って信号じゃねえかよ。一石鑑定しようよこれ。十個目ね。ホテル、ほほ、汗ばむ手のひら、熱中しよ。かっこよさすぎ。おい、字が、字が強くしねえ。これだよ。おじさんだろ、これ。誰だ、誰だ、誰だ、これ。10人がかり説出てきた。これ。絶対一人じゃない。確実に大根いる、これ。次は福沢くん、熱中症、ゆっくり言って、干からびる。なに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 どういうこと。じゃあこれは熱中症ゆっくり言ったら熱中しようになると思いきや、お前そのままゆっくりって干からびろってことなのね。ゆっくり言って、あーやめて。ちなみにクズハ君26日提出で28日の時点で何もやってなかったはずなんですけど、よく間に合わせましたね。ロックも書いてる。ロック書いてる。やる気出した。かぼちゃはね、シャカチャとカロリー同じだよ。そうなの？そうなの？こいつ適当なことばっか言うなよ。しかもかぼちゃって夏かだっけ？秋じゃないかもね。そうだね。カロリーを。低カロリーだな。低カロだいぶっすね、これは。ふざけんな、こいつ。夏バテと思っていたが、もともと。結構味あるな、でも。いいな。割といい。未来では地球は砂漠に覆われる。急に規模でかい。環境問題だな。一瞬悩んでるのムカつかそう。考えてんじゃない。つけだれを集めて食べし、バカ舌だ。何言ってんの。何か食いながらやったんだろうな、これ。雷を集めて林とかけてきたんでしょ。そうだね。バロラントしかやらない夏ワロタンゴ。もう出すな、これ。じゃあもう出すなよ。次。おい！おい！おい！無料か？なんで？これクラチ君、これ何？何これ？いやちょっとなくしちゃったんすよね。紙あれできる。ああいや。いやいやいや、何でもできるやろこんな。じゃあちょっと言い訳が増先輩よりだ。じゃあ今一句読んでいいよ。じゃあ今読んで。書いてたやつ読んでいいよ。今いいよ。そこまで言うなら。書いてたんだろ。ただそこ読めるか。そうですね。すいません。本当は宿題やってません。うまい。すごいな。ずるまみの回転。次、小森くん、家にいた、家にいたっけ。ボケてるやん。ふざけんな。ボケてるやん。悲しいよ。なんかかゆいよ、なんか。一回出たんだよ、これ。なんかかゆいよ、これ。夏のせいだと思いたい。ちょっとね、このさ、クーちゃんもそうだけど、だと思いたいみたいな始まりやめない。その、なんか。なんか恥ずかしいよ、こっちが。なあ。一行目の続きが。夏のせいでニートだと思いたいってことですか。そうそう、夏休みさ、だらけるじゃないですか。だからやっぱニートだと思いたかったけど、違った。ずっとニートだったんだよね。元からだったんだ。そう、ずっとだった。3句目ね。そうめんで一番うまいごま油。これはそう。これはそう。これはそう。これはまあ。これはまあいい。これはガチやめて。これはガチなのよ。ごま油ってどこに入れんの？めんつゆす。ええ。マジでうまい。うまいうまい。そうなの。あ、ただごま油だけで食うんじゃねえんだ。な、俺ごま油で食うな。油。ジョロ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 。油や。唇テカテカになる。ございました。次、はい、シャガ君、朝ごはん食べたら次は即タバコ。まあ、これ、まあ、夏じゃねえやん。いやいやいや、タバコは、あんだけ人の俳句でビービー言ってたって季語だから。タバコは、タバコは年中季語だから。
何を言ってんだ。年中は季語じゃないよ。どういう季語やってんだよ。5やってる。5級の季語じゃない。ただの言葉で。5キルプール、水浴び、疲れ、またタバコ。数え、なあこれ点で字数数えてるだろこれ。違う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 手前のやつ見て、手前のやつ見て、手前のやつ。油性ペンって書いたら、あの、しみちゃった。しみちゃった、しみちゃった。なるほどね。なるほどね。そう、しみちゃった、しみちゃった。ああ、一致してる、一致してる。すごいこれ謎解きトリックに謎解きだろこれ謎解きやんこれテクニカルやめろテクニカルすごいな散歩中夕立来たらマジ帰るどういうこと帰ったのマジ帰るって帰ったのマジで帰るマジ帰るって何急にギャルマジ帰るって何普通に帰ったらいい5文字なんないもんだってギャルでしょこれ5文字に行くために無理やりねすぐ帰宅とかでよかっただろまあそれはそうかまあでもタバコやめたねこれでこのままタバコで行くのかと思ったけど夕立ちきたらタバコまたタバコや夕なぎにたゆたう煙馬タバコおタバコで行けやじゃん夕なぎは夏でしょ夕なぎは夏でしょいやこれ結構いい好きこれちょっと重いねうんビミタバコちょっとなんか最後もタバコかなこれじゃあすぎるタバコいやいいじゃん夜起きて楽しみ朝タバコ終わってるねタバコにしろよなんで一周回った一周回った一日経ったこれで一日経ったこれで一個目に戻るんだよ散歩して夕方来て夜寝るんだこれそうだよそうだよ一日中タバコ吸ってたけど夕立だけガチで泣いてんだよこれここだけ夏で俳句作ってくださいって言われて5分の4タバコになるの怖くないですかあんだけ季語季語言っといてねしかもタバコは季語でしょじゃあ次まあまあまあ夏風に鳴り響く声セミ野郎セミ野郎セミ野郎セミガイズ一番セミ野郎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 って何カナダでは俳句横に書くんだねセミガイズみんな縦で書くんだと思って横文字なのがいい全然気づかなかった海外感あるなこれ夏休み進まぬ課題焦りの日ちょっと UG 君の方がまともじゃないか廃棄がおいこれめっちゃ一生懸命考えてんのにみんな俺も一生懸命やったよおいどうなってんだよ夏の朝2人の出会い光さす何があったの何があったの何があったのえ、理由してたんすかこれ、絵日記でストーリーは書いてあります。これ展開集これソロ級の話だろ、絶対。後からソロ級じゃないっすよ。絶対ソロ級だろ、これ。青春ですな。有明やオタク飛び込む本能おーすげーコミケ腕ペン使ってるアジアルアジアルコミケやねこれね有明やからねこれすごいわセンスいいめっちゃコミケ嬉そうコミケかなでも2枚しかねえ入れ替あるな2枚しかないコトロケ来た鬼や吉生関雄太何が不満やんなんか不満やんこれファイナルファイヤー鈴木になってる誰ファイナルさんのサウナになったら出てくる鈴木さんの別人格です太陽君アスファルト踏み出し外へV 字焼け。おお。この、こここれか。なるほど。今、なんか焼けてます。なんかいい感じの俳句書いてるね、結構。ありがとうございます。ヘンダーソン、英語で言ったら、ヘンデューソン。これ、河川さんが作ったな、これ。河川さんで持ってってる。なんかね、呼び方でごまかした。そうだよね。なんかクオリティ落ちたな、気分。花房くん、
ゲーマーに夏の思い出あるわけねえ。いいじゃん。喧嘩おるら急に1句目から。反抗期や。1句目から課題に文句出すな。全否定。あるわけないだろうと。やれよ。まあでもあと2句あるから書いてんだろうね。はい。張り込みで犯人来ないよ。油汗。GTS めちゃめちゃ油汗かいてる。ずっと待ってるしね、しかもね。そうそうそう、かなり危険な感じになるからな。重いです。ナノスワーム黒コムラに入れれたよ。えらい、えらい、テテ覚えた。うん、テテ覚えた。これすごい、えらいね、これ。アップで覚えた。アセントいけます。アセント10位いけます。アセント10位いけます。黒コムラナノスワーム入れれます。熱いね、だいぶ。夏の思い出ゲームしかないな。そうだよ。いきます。夢野くん、食べ物の夏季限定にハズレなし。わかるわかる。女の子っぽいな。おにぎり食わねえだろ。なんかあった。おにぎりしか食わねえだろ、マジで。なんかあったの、夏限定で美味しいもの。いや、いっぱいありましたよ。もうやっぱ夏はグミとかね、夏季限定いっぱいあったんで、そればっか食べてました。あ、確かに。梨味とか。ちゃんと夏の思い出が。梨味うまいね。夏なんだ。季節感です。梨は好きやな。夏の夜、空に上がった火の花。火の花。火の花。恥ずかしいな。恥ずかしいな。ボイル足りなかったな。暑いな、なんか。暑くなってきた、なんか。なんか暑くなってきた。火の花火。火の花火じゃない。暑くなってきたな。火事起きたってな、これ。火事。火の花火だよ。火の粉まっちゃってるから。あかりん、あかりん、家燃えてたの。燃えてないよ。花火を表したの。火事だね、火事。ウイチ君、うるせえな、ミンミン、ミンミン、米もなく。バブー。イライラしとるやん。なんか思ってるな。お前、切れすぎだろ、マジで。いつまでも切れてるやん。ハマってるやん。リスナーと考えたからね。共同制作なんだよ。おー。戦いながら。なるほどね。大概に彼の口ぶりは得意なり。チャット GPT に夏の GTA でのボドカさんの思い出を教え考えてもらいました。おいおい、 AI 使うなよ。AI 使うなよ。マザー君は自分の言葉に変えたぞ。得意なり。眠いんご、宿題終わらぬ夏の夜。慣れてない、なんか。間に合わせすぎだろ。わ、わろ単語一緒やん、これ。わろ単語の。同じニュアンスだ、これ。みちゃん、みご稼ぎやめてんごで。んごで稼ぐな、んごで。何じえみおらん。いいね。はい。ローレン君、OGG、銀行強盗、石原。夏の思い出やな、グラセフやね、これね。OGG ってもう3文字や。夏休み、何もしてねえ、これ積んだ。言ってそう。チャラ。ローレンだ。メシメシメ、メシメシメシメ、メシメシメ。おい、最低。G、それでいいの？カス俳句すぎる、これ。これ最後なんだ。メシメシメ、メシメシメ、メシメシメ。これ俳句って呼んじゃダメだろ。これは自分の名前下手くそすぎ。潔いな。もうね、読めないよ、ほら。名前がすごい。ローレン。顔文字に見えるもんね。顔見えるな。横顔に見えてきた。横顔に見える。こういうタイプのサインみたいな。